小さい頃ある日突然親に大事な話があると呼び出されたいつもは入ることのない和室の部屋に両親そろって呼び出されたので僕は何か少し嫌な予感を感じながらその部屋に入った両親が 正座して待っていたので、僕もその正面に座り、話し出す瞬間を待っていると、突然、両親がこう言った。実は、あなたは、金玉の手術をしなければならない。 あなたの玉は生まれた時から右と左の高さが少しずれているそれを矯正すると言われたそっからもうものすっごいスピード感で入院させられて金玉袋の中に さらに小さい袋を作られたこの金玉の袋の中に小さい袋を作ることによってその高さのズレを矯正するという手術だったようだだから僕の金玉は右が少し膨らんでいる金玉の手術をした時に 同じ病室に僕よりも幼い子供が入院していた年が近かったのですぐにその子と仲良くなったが手術の日が近づくたびその子はだんだんと泣いてしまったりぐずってしまったりする時間が増えていった「お兄ちゃん僕手術怖い痛いの怖い」 お兄ちゃんも怖いよ。もし失敗したらどうなっちゃうのかな。手術受けたくないな。幼い子供には無理もないことだと思う。わかった。じゃあお兄ちゃんが先に手術を受けるから、成功したら君も勇気を出して手術を受けろ。約束できるかい わかった。約束する。僕はその子に、金玉の手術だとは言えなかった。なんかその子は、普通に僕よりも重そうな病気っぽかったので、金玉の手術だと言ってしまうと、なんだ、金玉の手術かいとなって、 手術を受けることをやめてしまうと思ったからだ。だが他人が受ける金玉の手術と自分が受ける金玉の手術は全くの別物である。よく考えてみてほしい。金玉にメスを入れられるんだ。金玉にメスを入れられるんだ。 僕は今から金玉にメスを入れられるんだ。でも僕が金玉にメスを入れることを拒めばあの子の病気は治らない。覚悟は決まった。 行ってきます。僕の手術は成功した。というか別に失敗するものでもなかった。あの子は勇気を出して手術を受けた。無事、成功した。僕の金玉は、 命を救ったんだ。この動画を、まあ、なんとなく、その、確認してるときに、まあ、あの、汚い話で、申し訳ないんですけれども、あの、ちょっと、あの、普通にしこってたら、 なんか、あの、出たものと言いますか、あの、精子精子に、精子になんか、血が混じった状態で、あの、出てきて、え、もうパ、もうパニックで、 えパニックではあるんですけど今あのまあでもその珠玉珠玉のトークではあるかってその珠玉に関係あることではあるかってその精神に血が混じるってそれを作ってるのは珠玉が作ってるわけなんでまあその珠玉のトークに関係はあるかって思ったんですけどなんか精神に 血が混じった状態で出てきて、でも全然痛いとかはないんですけど、でなんかその真っ赤ってわけでもうなくてなんか、茶茶色が混じった血みたいなのが混じった感じで出てきて、 マジでテンション下がってます。これな、なんなんですかねな、ななのかわかる人いたら、ぜひコメント欄の方にコメントをしていただけると幸いです。今回の動画は以上となります。チャンネル登録、グッドボタン、高評価をしていただけるととても励みになりますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。